実際にあって、その噂が伝播したために取り付け騒ぎが起こって実際に銀行倒産しちゃったという例を挙げてるわけですね。そのメカニズムを実際に書いてる。で、まあ、これで、だから予言っていうのはこの場合ではその噂で銀行倒産するという噂です。で、日本の場合には例えばオイルショック時期にそのトイレットペーパーがなくなるよっていう市場から消えるっていう噂があって、実際にその買い付けっていうかみんなが大量にそのトイレットペーパー買ったのに市場から消えちゃったっていう、実際そういう同じ予言の自己成就が起こったわけですけども、で、まあ、マートンの理論の中には、じゃあ、予言の自己成就がいつ起こるか、いつ起こらん、どういう時起こるか起こらないかって議論がちょっと抜けてるわけです。で、もちろんそういう、それが、まあ、予言されたからっていつもいつも起こるわけではないん で、条件は何かってことで、これは、まあ、一応は山口理論と言いましたけど、私は2つぐらい論文を書いて、まあ、フォーマルな分析から、まあ、どういったことが実際、予言が自己成就、このイベ、カスケードタイプです。カスケードタイプっていうのはこう、人の行動が連鎖していって、こう、起こってしまうというような形なんですが、どういう条件があるかというと、まず、イベントの正規化という、まあ、この場合は銀行が例えば倒産するというようなことがですね、どのぐらいの割合の人、銀行に預金を預けている、どれぐらいの割合の人が実際銀行から預金引き出してしまうかと。それに依存するということが一つの条件です。で、確率、預金の自己成就の、まあ、行為者と、この場合には、その預金を引き出してしまう人たちの割合ですね。で、これ2番目の、これがまあ、ラショナルチョイスに関係する部分ですけど、FN、FP って書いてありますけど、これ、フォールスネガティブ、フォールポジティブの略です。で、まあ、フォールスネガティブ、フォールポジティブってのはよく医学用語でですね、まあ、テストをして、本当は陰性なのに陽性が出ちゃったっていうのをフォールスポジティブと言います。間違って陽性になっちゃった。で、逆に、陽性なのに、実は陽性なのに、テスト結果陰性になっちゃったというのはフォールスネガティブですけども、これはですね、非常に重要な概念で医学を超えて関係しているので、ここで使わせてもらっているんですけども、この場合にその、行為者のビリーフというのが必要なんですね。こういうふうなビリーフというか、何を信じたかってことで。で、何を信じて間違ったかということに対して2つのコストがあるわけです。2つの誤りというのがあるわけですね。つまり、予言が実現しないのに、実現すると信じて行動する。これは実際に起こらないのに信じてしまったということに費用がついてもらう。で、フォースネガティブの場合どうかというと、つまり、まあ、フォースネガティブですから、ネガティブな、起こらないって信じたんだけど起こってしまったと。これは、起こらないと信じると預金は引き出さないわけです。で、今はですね、現在には銀行預金に対して保証がありますから、倒産してもいくらかもらえるんですけども、アメリカだったら何万ドルとかもらえるわけですが、昔のこのマートの分析した時代には全然保証なかったわけですね。ですから、もし本当にはですね、まあ、実際に予言が実現してしまうのに、起こらないだろうと信じて預金を引き出さないと、コストは預金が全部なくなっちゃう。これはかなり大きい。で、フォールスポジティブは逆にですね、まあ起こるっていうふうに信じて行動したんだけど、起こらなかった。そのコストは何かっていうと、いわゆる定期預金を引き出すと、ペナルティがかかる。で、まあ、利子失うし、少しは、元金も少し減るかもしれない。まあ、それは銀行とのその契約によるわけですけど、これはですね、コストはかかるけど、そんなに多くないんですね。で、問題はですね、信じたけど誤ってしまったという場合と、信じなくて誤ったという場合のコストの比っていうのが、大きければ大きいほど信じることが得になる状況があるわけです。信じた誤、つまり、そうですね、これ、フォースネガティブの場合、つまり、預金を全部失ってしまうという場合のコストの方が、まあ、信じて、引き出しちゃったけども実際には起こらなかった。だからまあ、利子も失っちゃったし、少しはペナルティも。その場合のコストよりもはるかに大きいと、まあ、信じるっていう方のが得だというような合理的行動ということです。で、もう一つは、まあ、それが非常に重要だということですね。ですから、まあ、合理的な行動というのは関係している。それから調整ゲーム、まあ、状況というんですけど、これはですね、引き出せば引き出す人が多くなるほど銀行倒産の可能性ってのは増えていく。そうすると、他の人がやってることがどん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 こう多くなっていくと同じ行動をした方が得だという状況があるんですね。これ、ゲーム理論では調整ゲームと言いまして、まあ、二つの行為があって、引き出す引き出せないっていうのがあって、みんなが引き出すなら自分を引き出そう。みんなが引き出さないなら自分を引き出さないと。そういう行動が合理的になるという、そういう状況がある。これは、が必要だということですね。これが行動の連鎖と呼んでいるわけです。で、まあ、4番目はですね、これはグラノベッターという人が先行研究で、まあ、いろいろ研究して例示したんですけど、
行為の敷地の、まあ、敷地っていうのはですね、どこでもって、何パーセントぐらいの人がね、行動を起こした時に自分も起こすかっていう、合理的な計算からしてですね、個人差にいろいろコストベネフィットの違いがあるんで、どのぐらいの人がやったら自分もやろうかっていうモチベーション違うんですけど、まあ、人が多様だと仮定してですね、それが連続的になってるかどうか。つまり、あんまりこう、引き出す人が少なくても自分は絶対やんなきゃダメだっていうような人がいて、その、10% ぐらいやったら自分もやろう。11% ぐらいやったら自分もやろうっていうような人がずーっと言ってこう繋がっていくって、その連続性がないと、例えば 50% ぐらいやったらやろうっていう人と 10% ぐらいやったらやろうっていう人がだけでいたらですね、最初の 10% ぐらいとどまっちゃって、あとの 50% の人はいかなくなっちゃう。で、そういった、その敷地の連続性みたいなのが必要だ。で、それから最初はですね、イベント積極率についてノイズが必要っていうのはですね、やっぱり最初本当にみんなゼロだっていう確率、倒産が起こる確率ゼロだってみんな信じてれば、絶対にこれ引き出さないわけですから、何らかの不確定性に対してノイズというか、確信も出ないから、ちょっとはバイアスがあるんじゃないか。12% ぐらい起こるんじゃないかみたいな人がいると、それだけでも非常にそのコストベネフィット、その、フォールスネガティブコストと、フォールスネ、ポジティブコストの比が非常に大きい人は、やっぱりやっとこうってことになるわけですね。で、そういった、まあ、曖昧性みたいなものが、これ少しでいいんですけど、ノイズが必要だ。まあ、そんなことです。で、これ例えば日本のトイレットペーパーの話を考えるとですね、どうだったかっていうと、ここでですね、フォールスネガティブっていうのは何かっていうと、まあ、トイレットペーパーなくならないと信じて買わなかったと。それだけでトイレットペーパー市場から消えちゃったっていうことですね。やっぱちょっと暮らしぶりはちょっと嫌だなっていう、心理的なコストがかなり高いかもしれない。で、フォールスポジティブの場合はどうかっていうと、実際に市場からなくならないのに大量に買い付けちゃったと。まあ、でもこれ将来使えるから、まあ、まあ、在庫を多く持っちゃった。何年分も買っちゃったってことはあるわけですけど、使えるからそんなにコスト高くないわけです。ですから、心理的なものを考えると、やっぱり、なくなっちゃったのに買わなかったっていうコストの方が大きいというような、そういう心理的な動機があって、やっぱりああいうことが起こっちゃったんじゃないかというのもいるわけです。まあ、そんな状況ですね。これはですね、予言が実現するっていういろんな条件ですけど、これは、今回の話は関係しないです。実は、後の二つのタイプが今日の話に関係しています。ですから、簡単に言いますけれども、具体的には、もう少し、具体的には後から述べています。で、二番目のタイプはですね、予測確率の影響による結果の内製モデルっていう、まあ、課題書き方をしてますけれども、何かこう、望ましくない出来事。だから、ベッカー、ゲリー・ベッカーですけど、シカゴ大学の同僚で、もちろんノーベル経済学賞を受けた有名な経済学者ですけど、彼がその、一番最初にですね、Treatise on the Family という経済、まあ家族の経済学のいわゆる古典ですね。ものすごく有名な本の中で、まあ一つ議論してるんですが、まあ離婚の予言の自己充足っていう話です。で、まあ離婚を予測した人、まあ自分たちは離婚率が高いんじゃないかって予測する夫婦がですね、離婚のコストを一生懸命下げようとして、例えば子供を作らないとか、自分たちの預金を別々にして、その、まあ、離婚した時の予算、財産配分を、のコストを減らそうとか、そういうことをやっていくと、実際に離婚のリスクがものすごく高まっちゃいますよと。それをなぜそういうふうになるかっていう話を、そのフォーマルに言ってるんですね。それが一つです。で、これはですね、重要なことは、予測確率。実際にはもう、イベントっていうのは後から起こるんですけど、それをなんか予測して、その予測によって行動を起こすっていうことが、実際にその引き金になってしまう。で、まあ、考え方としては、コストに関心があって、コストだけ下げようとすると、実はリスクが溜まっちゃうという、これが典型的なパターンなんですけど、まあ、これに対してですね、私は今回、離職、女性のですね、離職にも、実は企業が、そういうような、ベッカが考えたようなことを、日本企業がやるんで、女性の離職率を高める。